皆さんこんにちは、こちらの現代語訳論語とソロ版の翻訳者である森敦です。今日は、渋沢栄一とその思想論語とソロ版についてお話をしたいと思います。まずは渋沢栄一についてですが、ご存知の通り、2021年渋沢栄一は NHK 大河ドラマの主人公に選ばれました。また2024年からは1万円札のお札の肖像にも選ばれました。という意味で今非常に、名前が知られてきた人物になります。で、生まれたのがですね、1840年、江戸時代の後期に生まれました。で、亡くなったのが1931年、昭和の初期に亡くなりました。91歳という非常に、長い、寿命を保ちました。で、渋沢栄一というと日本資本主義の父、実業界の父、あとは金融の父って言われたりするんですが、実はこういった名称はかなり不正確というか一面だけを捉えたものなんですね。なぜかというと、渋沢栄一は確かに480余りの会社に関わったことで有名なんですが、同時期に600近くの社会事業に関わったんです。まずはビジネスの方から申し上げますと、渋沢栄一が関わった会社の中には、今でいうみずほ銀行、東京海上火災、王子製紙、あと JR 東日本、東京ガス、キリン朝日札幌ビール、東洋坊など、現代でも本当に、素晴らしい会社の数々の元を作ったのが、運営に関わってたのが渋沢栄一なんですね。で、驚くべきことに、同じ時期に渋沢栄一は600といわれる社会事業に関わったんです。これは日本赤十字社、セール化国際病院、あとはですね、一橋大学、日本女子大学、それと早稲田大学、こういった学校系にも関わっています。さらにはですね、今は東京都の健康長寿医療センターになりましたが、養育院といわれる、当時身寄りのないお子さんや病気で働けなくなった人たちを収容する施設の、院長を実は60年弱も続けたんです。これは実業界を引退してから社会事業に行ったんじゃないんです。若い時から同時期にずっと関わり続けたんです。で、さらに渋沢栄一は基本的に70歳でビジネス界を引退しましたが、その後ですね、当時悪化していた日中関係や日米関係の改善のために民間の立場で非常に努力をしました。で、それが認められて1926年と27年、渋沢栄一はノーベル平和賞の候補にもなったんです。この意味で渋沢栄一は日本の近代の父と言っても過言ではない活躍をした人物なんです。で、そんな渋沢の有名なモットーが論語とソロ版になります。で、このうちの論語というのは、中国の有名な古典が論語なんですが、これは道徳とか倫理、それと大義といったものを意味します。で、一方ソロ版の方は経済やビジネスを意味する言葉なんです。なんでこういうモットーを主張するようになったのか、これには実は有名な事件があります。明治35年、渋沢栄一は欧米を歴訪しました。その時にイギリスの商工会議所の会員から実は苦情を受けちゃうんです。日本の商人はインチキばっかりしやがると、これじゃまともに商売できないので何とかしてほしいっていう苦情を受けまして、渋沢栄一は真っ青になるんです。日本の商人ってこんなにレベルが低かったのかということで、日本に帰って慌てて論語とソロ版といったモットーを口にするようになりました。つまりですね、論語とソロ版の基本的な意味は、ソロ版、つまりビジネスや経済は自分たちの利益だけ確保すればいいよと、こういう面を持ちがちになってしまうと。でもこれだと社会が壊れてしまうと。なので一方で論語ですね、大義や道徳をもって社会のため、この2つをうまくバランスしていかないと社会は健全に発展できなくなっちゃうよね、こういうことを考えたわけです。今から10年前、渋沢栄一は
実は、全然知られていませんでした。で、これは知られるようになったきっかけが、いくつかあるんですが、その一つがリーマンショックなんです。リーマンショックで、まあ、欲望丸出しの資本主義が、まあ、世界を壊していくという中で、日本の多くの経営者たちが、じゃあ一体何に学べばいいのかと、こんな欲望丸出しではない資本主義や経営の形というのがあるのかということで、日本には原点としての渋沢栄一があるじゃないか、こういうことに気がついて、まあ、いろんな経営者が論語とそろばんを愛読書に挙げるようになっていきました。で、このあと CSR 企業の社会的責任というのも、まあ、言われるようになったんですが、これは基本的に渋沢栄一の論語とそろばんと言ってることが非常に重なってくるんですね。で、さらには2019年コ・ラウンドテーブルというアメリカの経営者の協会が、もう株主利益のためだけの経営はやりませんと、株主や従業員、地域社会といった全ての利害関係者のため、言葉を変えるならば社会のために経営するんです、こういった宣言を出していくんですね。渋沢栄一の論語とそろばんの考え方は、こういった世界の大きな潮流をもう百数十年前から先取りをしている、こういった面を持っているんです。さらに、象徴的なのが中国です。中国では渋沢栄一の論語とそろばんの中国語訳が今9種類出ています。これとんでもなく多いんです。で、これはなぜかというと、中国は1990年代の頭に、資本主義化をしちゃいました。で、この時に鄧小平が金持ちになれるやつからなれみたいなこと言っちゃったんですね。で、猛烈な拝金主義が実ははびこっちゃったんです。で、2002年、胡錦涛と温家宝が政権を取ると、これを何とかしたいと、このままモラルなき資本主義が広がっちゃうと、もう中国の経済持たなくなっちゃうということで、論語とか儒教の道徳を取り戻そう、こういうことを社会的にやっていったんですね。で、その一環として、中国には手本があるじゃないかと、それが日本の渋沢栄一である、こういうところ、ところから、まあ、渋沢栄一というのは、まあ、もちろんまだ一部ですけれども、中国の中で非常に注目されている面っていうのがあるんです。まあ、こういう形で渋沢栄一はまずビジネスの世界で非常にこう役に立つことを述べてるんですね。その集約されたのが論語とそろばんという本なんです。さらにこれは我々の生き方にも非常に参考になる面があるんです。で、いい例が、実はもう一つ日本で渋沢栄一や論語とそろばんが浸透していった大きなきっかけになったのが、日本ハムの栗山監督なんです。栗山監督は論語とそろばんを愛読書に挙げていて、まあ、日本ハムの選手たちに、まあ、この現代語訳の論語とそろばんを配って読ませたんですね。で、その結果、まあ、アメリカに行った有名な大谷選手が愛読書に挙げる、そういう風になっていったんです。じゃあなんでプロ野球選手が論語とそろばんなのか、分かりやすく言うと、論語がチームプレー、みんなのためなんです。で、そろばんが自分の活躍、自分の成績なんです。要するに一流選手というのは、この2つを高いレベルで一致させないと一流になれないよね、こういう話なんですね。さらに、私、栗山監督に直接お話を伺いました。その時に言われたのが、プロ野球で本当にギリギリの勝負になった時に勝敗を分けるのは、これは人間力なんだと。じゃあどうしたら人間力ってつけられるのか、それは論語とそろばんを読めば人間力というのはつくんだ、こういう言い方をしていたんですね。まあ、こういう観点から、ぜひ、この論語とそろばん、手に取って読んでみてください。ということで、終了したいと思います。